だってばよ。第二小隊は下がれ。第四小隊は雷影の足止めをしろ。さすがに元五影じゃぜ。こうも被害が大きくなるとはな。いや、勝つ気は全くねえんだけどよ。俺やっぱ強すぎちゃうのかな。水影の強さも想像以上だが、あの雷影の打たれ強さは何だ。このわしに中途半端な術は効かん。破壊力のある風遁系で攻め立てろ。そうは言ってもじゃぜ、あの体にダメージを与えられるほどの風遁使い、この連合の中にはいる。ん？俺だ。ナルト、九尾の陣中力か。なぜお前がここに。説明は後だ。今はあいつらを抑えねえと。ああ、なんだ、あの頭の悪そうなやつは。誰でもいい、わしらを止められるものなら歓迎だ。待ってろ、すぐに止めてやっからな。えい、行くぞ風影。戦闘開始。特急、あんたは俺と土影が抑える。うわ、ああ、現代の影が二人で。これはバトルが楽しくなりそうだ。無駄だ。全ての者たちのために。勝負あり。終わったか、ナルト。あとはお前の。Oh.
戦闘開始。お前がわしを止めるの。このままライカゲのおっさんを止めてやる。そうだ、その力でこのわしを止めてみせよう。九尾のチャクラが切れちまったか。これで全ての影を封じることができたな。この戦場、忍び連合軍の勝利じゃぜ。甘いな、大野木。俺の弟子たる者が俺の分裂を見過ごすとは。分身とは違い、己の体を半分に分けさせる分裂。あの戦闘の最中によくできましたね。さすがです。ですがあなたの役目はこれで終わり。あとは僕がやります。あなたの体は借りますけど。さあ、ここから巻き返しましょうか。口寄せの術。やっとか。長門のガキをうまく成長させたようだ。はじめましてですか、あなたとは。お前は。僕は薬師兜、彼の協力者、つまりあなたの味方です。今はこの二代目土影の体を借りてあなたと会話しています。どういうことだ。何が起こっている。今は戦争になっていました。そこであなたの力を借りたく江戸転生でこの世に戻ってきてもらいました。江戸転生だと。輪廻転生の術ではないのか。なるほど、それがお前がここにいる理由か。おい、ちゃんと雷影のおっさんにも認めてもらったんだぜ。まったく、木の葉の人中力は無茶をしおる。で、今のお前は分身だな。本物はどうした。本物はこの先の。なんだあいつは。二代目土影。奴は土影が倒したはずだ。まさか、あの戦いで分裂をすでに。なんだ、もう一人いるってばよ。ん？こいつは誰だ。来たな、内葉マダラ。
こいつが、うちが、マダラ。どういうことだ。何がだ。よく見ろ、奴の目。あれは江戸天聖だ。死んだ者をこの世に転生するのが江戸天聖の術なら、奴は死んでたってことになる。だが、本部からの連絡で、マダラは別に行動しているという情報があった。じゃあ、目の前のあいつが本物のマダラで、今までマダラだと思ってたのは、別の奴だったってことになるな。額当ては忍びか。忍び装束は五大国それぞれだが、連合の新しい軍隊か。さっきも言いましたが、今は戦争中です。彼の企みを止めようと各里が手を組んでいるんですよ。あいつのすることだ。何か考えがあってのことなんだろうが、あまり計画通りにことが運んでないようだな。俺をこんな形で復活させるとは。こんな形でとは言いますが、あなたの江戸転生は特別性ですよ。全盛期以上に仕上げてきました。全盛期だと。お前、俺の全盛期を知っているのか。いえ、だからここで見せてください。内川伝説の力を。よかろう。来るぞ。かつて奴とは戦ったことがある。奴の相手はわしが適任じゃぜ。いや、そうはいかない。これは忍びの世をかけた戦いだ。俺もやる。もちろん俺もだ。は、本来ならお前らのおせっかいは断るところだが、今回は相手が相手、特別に認めてやる。風影、ナルト、わしらで奴を止めるぞ。ああ、両天秤の小僧か。昔一度力の差を教えてやったはずだが、あの頃と今とわしの力が同じだと思ったら大間違いじゃぜ。戦闘開始。もう一度関係なく敗北を貴様に教えてやる。仕掛けを舐めるでないわ。とどめじゃぜ。ほう、年の割に随分と粘る。お前と違い、わしには守るべきものがあるんじゃぜ。なんだこいつ。準備完了。くらい。甘く、こりゃ。さあ、ぶん、ほっ、ぶん、効果滅球。無茶をするな、土影。距離を取り、攻撃のタイミングを見極めろ。わかっておる、マダラ。起きたばかりで悪いが、お前にはもう一度眠ってもらう。星が軽くなった。うまくことが運ぶと思うか。星が軽くなったわよ。準備完了。今がチャンスだ。畳みかけろ。星が軽くなった。やるな、じいちゃん。これが使う。お前を倒し、いつぞや捨てた己を拾う。とどめじゃぜ。勝負あり。ど
王者ウチハマダラ、これが忍び連合の力じゃぜ。このまま奴を抑えるぞ。俺を抑えるか、それは無理な話だ。え、なんで、なんであいつがリンネガニなんだってばよ。さあ、これはどうする。嘘だ、どうすんだよこんなの。神の力か。まだ諦めの言葉を口にするな。何もせんうちに己を捨てるな。少しでもやれることをやるんじゃぜ。よっ、寿司影様、寿司影のじいちゃん、何しようってんだ。あの隕石を軽くして止める気だ。よっ、ドトン超軽銃眼の術。おお、もう少し、もう少しで止められる。うわ、やったのか。すげえ、すげえってばよ、土影のじいちゃん。両天秤の小僧め、少しはやるようになったな。さて、2個目はどうする。大の木、面の男はなぜ己をわざわざマダラと名乗ったのでしょうか。マダラという存在がこの世に生きているのではないか。欺瞞に満ちた存在でもそう思わせておけば世界は恐怖する。その名が力なんだ。その名は注意を引きつけ、みんなを戦争に巻き込むだけの無視できないハッタリになった。私らはもう釣られちまってんのさ。何があった。第四部隊の戦場に空を覆うほどの大岩が落とされたという情報あり。この揺れはその影響だ。なんということだ、一度にこれだけの人数を。間違いない、マダラの術か何かだ。綱手様、このままでは。私が行く。マブイトが言ったな、転送の術を用意しろ。無理です。転送の術は物を送るための術ですよ。琥珀の城兵の時とは違います。人の身では早すぎる転送について行けず死亡するだけです。あれに耐えることのできた人間は三代目雷影様だけ。三代目の血を引く四代目雷影様ならともかく、火影様は無理です。少し考えがあります。幻魔の正体をここへ呼び、飛来神の術を使って移動する手です。それはあいつを移動させるために使え。ちょうど幻魔たちと行動を共にしているはずだ。しかしそれでは。心配するな、私はこれを使う。そういうことですか。そういうことですかって、雷影様、火影様に考え直すようにと。マブイ、転送の術の準備をしろ。二人分だ。
雷影様。状況は最終段階まで来ている。今こそ総大将の出番だ。大丈夫か、ガーラ。ああ、だが。土影のじいちゃん。大丈夫だ、まだ生きている。重傷だがな。これが陸道仙人の力。素晴らしい。やはり憶測通り、シャリンガンの行き着く先はリンネガンでしたか。俺がこの目を開眼したのは死の少し前だ。カブトとか言ったな。この体に何をした。だから言ったでしょう、全盛期以上に仕上げておいたと。だからか。さて、ちらほら生き残りがいるようですね。土影と風影はさすがにしぶとい。どうしますか。少し確かめておきたいことがある。グルー、わしを呼ぶこのチャクラ、マダラか。キュービはまだ捕らえていないようだな。そのための戦争ですよ、これ。ほら、ちょうどあそこ、あの人中力の中にキュービが封じられています。ですが注意してください、ああ見えてなかなかやりますから。ではその力見せてもらおうか。モクトン、次回交換。クソ、チャクラももう残り少ねえ。どうすりゃ。ナルト、今回は力を貸してやる。また体を明け渡せって言いてえのか。違う、チャクラだけをお前にやる。マダラはスカン、あいつに操られるぐらいならお前の方がマシだ。キュービ、分かった、お前の力借りるってばよ。魔獣影面診断術。悪い、ナルト。お前の言う通り、なかなかのやつだ。でしょ？キュービからもらったチャクラ、一気に使っちまった。もう、限界だ。ナルト、もういい。あとは、わしがやる。土影、もうあんたも。やっと己を拾う場が来た。そのための相手には十分じゃぜ。もう少し術を試したいんだが、もう踊れそうにないな、大野清。わしら忍びはずっと戦いに明け暮れてきた。自国と自里の利益のためだけに戦い続け、他国と他里など顧みず、ただ奪う、奪っては奪われ、奪われては奪い返す。憎しみは膨れ上がり、三度も戦争をした。それが生きていくということだ。その年まで生きて過去の痛みから何も学んでいないとはな。あんたより長く生きて、学び、一回りした。過去の痛みを知るからこそ、どう先へつなげていくのが最善かを考えることができる。で、また四度目の戦争だ。これが最善ですか。この戦争は違う。かつて戦争で奪い合ってきたものとは別のものを皆が手に入れるための戦いじゃぜ。
こいつらを。忍び連合を見て、時はただ刻むだけではないと分かった。世界は過去を重ねてゆっくりとだが成長しておる。平和に向けての。世界はこれ以上成長する必要などない。無限のつくよみの中で眠っていればいい。眠るのはあんたじゃぜ。己のために、未来のために、お前はここで倒す。そうか、まだ踊れるというわけだな。機関棒に綱手のばあちゃん。大丈夫か。ああ、もう傷は回復させた。到着しました。まさかあなたたちが飛来神の術を使えるとは思いませんでした。これも四代目火影の教えあってのことです。とは言っても三人がかりでやっとできる代物ですが。助かりました。皆まだ生きてるってことは遅れずに済んだようね。やっと暴れられる。待ちくたびれたわ。さあ、準備はできた。やはり長生きはしてみるもんじゃぜ。まさか五影揃って共に戦う日が来るとはな。五影か。俺もやるってばよ。その必要はない。なんでこの戦争はもうお前を守るだけのものじゃない。皆で守り合う戦いじゃぜ。なら俺だってここでまだろ。聞け、ナルト。わしはな、今回この戦争、初めはただ暁を倒すため仕方なく手を組み忍び連合に乗ったが、お前たちと共に戦い、前と違う感情をわしは感じとる。今わしは忍び連合の土影としてここにいたいのだ。そして同じようにかつてバラバラだった忍びの里里も連合として一つになり変わろうとしている。ならば憎しみを生んできた忍びの世のシステムだってもしかしたら変われるかもしれん。こっちのマダラはわしらに任せ。必ず蹴りをつける。それがこれまでの憎しみを止める一歩となる。あっちのマダラはお前に任せる。それがこれからの希望を進める一歩となる。古いやつ、新しいやつ、どっちのマダラにも勝つことが戦争の終わりを意味する。私たちはこの戦場でお前を守る。だからお前も向こうで戦い、私たちを守れ。ナルト、お前に五影からこの言葉を預ける。勝つぞ。風が空を切った。地を蹴って少年が早手となる。戦いは佳境へ。混迷の時を抜け、その先にあるものは。
忍界大戦も佳境に入った頃合いだな。そろそろ九尾を狩りに向かうとしよう。新たに作り出したこのペイン陸道を使ってな。どうした？どうやらおかげとマダラの戦いが始まったようだ。巨大なチャクラ同士が激突している。ついに始まったか。この戦いは今回の対戦の勝敗をも左右する。必ず勝利してもらわねば。刺客、こちらにも連絡が入ってきたぞ。渦巻ナルトの影分身隊が続々と戦場に到着しているとの報告だ。すでに海岸線の第一第二混合部隊、そして第二別動隊には合流を果たし、敵の殲滅にかかっている。そうか。忍界全体が大きく動き始めていますね。ああ、結末に向けてな。ここまで来れば俺たちにできることはもう少ない。あと現地の仲間を信じるだけだ。頑張ってくれよ、みんな。いくら倒しても次から次に。この戦いいつまで。安心しろ、さくらちゃん、もう終わる。俺が来たからにはもう大丈夫だ。ナルト、お前なんでここに。決まってんだろ、一緒に戦うためだ。しかしこの戦争はナルト君を守るためのものです。それなのになぜ。俺一人生き残っても意味はねえ。やるならみんなと一緒にとことんやる、そう決めたんだ。ナルト、あんた、この戦場一気に決めてやる。みんな行こうぜ。ボス、最終章、平和への道。この体ではこれが限界か。一匹は片付けた。残すはお前だけだ、ウチハマダラ。結局のところお前たちとの戦いは俺にとっては時期に等しい。かつての柱間との死闘に比べれば何も感じることのないただの小さな戦いだ。その小さな戦いが今のわしらにとって重要じゃぜ。この一戦に勝利すれば忍び連合の勝利は目の前です。俺を前にして勝利などありえん。それは最後までやってみなければわからない。風影の言う通りだ。すべて貴様の思い通りに行くと思うな。図に乗るな。さっきも言ったが、俺は貴様らと遊んでやっているだけだ。シャリンガンとリンネガン、この二つの力を使えば貴様らなど刹那の間に始末することができる。教えてやる。いかに抗おうと振り払うことのできぬ絶望があるということを。内派をなめるなよ。なめるなか。ではこちらも教えてやろう、内派マダラ。ここにいる私たちとあんたとでは決定的な違いがあるのは知っているか。それは力の差か。違う。それは経験の差か。それも違う。私たちとあんたと決定的に絶対的に異なるさ。それは影のみが背負う幾千幾万の人の意志だ。意志だと？影の域に立ったことのないあんたにはわからないだろうがな、私たちの背には私たちを慕う仲間たちの思いがある。その思いがある限り、
影は倒れることは許されん。いかに相手が強大であっても、いかに傷つき膝をつこうとも、最後に立っているのは我々でなくてはならんのだ。それが五影として立つ者の務め、それが我々五影の意志だ。うちはまだら、私たち五影を舐めるなよ。他に貴様らが吠えようと俺には届かん。ここで無様に果てるがいい。まだ。お前は必ず潰す。我々五影の手でな。そういうことだ。綱手をフォローしつつ奴を叩く。行けよ。はい。戦闘開始。貴様を倒しなかったやつ、いくのだ。さらば。未来はお前のためではなく、今を生きる俺たちのためにある。あなたのもたらす闇を絶対に認めるわけにはいきません。宇宙だ。昔捨てた己を今日ここで拾わせてもらう。なるほど、なかなかの力だ。ではこれはどうだ。オクトン樹海鋼炭。さあ、続きを始めるぞ。行きます。注意を。木陰の意志とやらを俺に見せて。Yeah.
ダメだ。奴らを叩くチャンスだ。カトン狼滅却。さてこの展開はどう対処するのか。五影殿、頭上に注意を。当たれば痛いだけでは済まされません。狼滅却。強大な術を使おうとわしらは負けん。風船力。そこは手を貸して殲滅する。風船力。私の力ならばあれをこじ開けられる。綱で姫か。確かにお前の力ならばいけるかもしれんが。恩義している暇はない。ここは私に任せろ。今はおかげさまを信じ、私たちは援護に回るべきかと。いいだろう、やってみせろ。どんな頑丈な壁も殴り続ければいつかはひびが入る。ひびが入り、さらに殴り続ければいずれ穴が開く。そこを突く。うちはまだが、年貢の納め時だ。勝利は俺たち忍び連合がつかむ。危険なことは承知だ。だが今やらねばいつやる。今こそ命を懸けて勝利をつかむときだ。おお、なかなかだ。だがその状態長くは続くまい。俺のサノーが持つか、お前が持つか、根比べだ。どう攻めてくる。戦闘開始。前はもう死んでいる身だ。このまま消えてもらった方がいいわ。次から次へと忙しいやつじゃぜ。邪魔する者はこの拳で食らいてくれる。なるほど、その力侮れるな。だがそれだけだ。結局は俺に届きはしない。
存分に踊るがいい。力、あんたは続かない。
少々驚いた。まさか貴様らがここまで踊れるとは。この戦いはもう終わりだ。わしら忍び連合の勝利でな。貴様、もう復活したのか。そろそろ引きましょうか。目覚めたばかりのその体でここまで戦えれば十分でしょう。まあいいだろう。かつての死闘とまではいかないが、九大天の一戦だったと認めてやる。貴様らとはいずれ決着をつける。それまでせいぜい生き延びておけ。貴様、逃げるのか。逃げる？そうではない。猶予を与えるだけだ。貴様らがさらなる力を身につけるための猶予をな。何？次に与える絶望は今日の日ではない。お前たちには到達できぬ神の力を見せてやる。存分に覚悟しておけ。では。とりあえずここは抑えることができたな。ああ、逃がしはしたが。ですが、あの強大な力を持つマダラに対抗できた事実は大きな意味があります。ああ、まずは十分だ。木陰の力か。大したものだな。ジャゼ、あとはナルト、そっちは頼んだぞ。どうした？この先に強烈な悪意を感じる。近いってばよ。